1959年朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議補欠選挙は、1959年7月19日に朝鮮民主主義人民共和国で実施された最高人民会議大議員の補欠選挙である。1953年に朝鮮戦争が終結すると、北朝鮮では朝鮮労働党中央委員会委員長県内閣、 総理である最高指導者の金日生への権力集中と個人崇拝が進められていたが、金日生への権力集中を批判した金、ね、笹具屋再昇駅などの反対派は1956年の8月宗派事件で金日生に対するクーデターを起として失敗し、その後に粛清された。粛清の影響は立法府である最高人民会議にも波及し、56名の 大議員が粛清された。当時の最高人民会議は1957年の最高人民会議選挙で改選されたばかりであったが、定数215議席の4分の1にあたる56議席が粛清によって欠員となったため、欠員補充が行われることになった。補欠選挙の実施にあたって、朝鮮労働党中央委員会は報道規制を敷き、有権者には粛清された。 大議員が反人民活動に加担したと伝えられた。また、この補欠選挙では投票スタイルの変更が行われた。それまでの選挙では、投票所には白の投票箱と黒の投票箱の2つが置かれ、反対票は黒の投票箱に入れる仕組みになっていたが、この補欠選挙では白の投票箱の磨けになり、反対票を投じるには投票用紙に印字されている。 候補者の氏名の上に線を引くように変更され、誰が反対票を投じたかがより判別しやすくなった。補欠選挙は56選挙区で実施され、55選挙区で朝鮮労働党の候補者が当選し、残り1選挙区では天ン教青友党党首の牧ク徳が当選した。補欠選挙では120万票が投じられ、このうちの14票。 0.001%が反対票であった。この選挙を最後に北朝鮮の選挙では反対票は出ていない。ありがとうございます。